バドミントンの全日本総合選手権第1日は28日、東京、駒沢体育館で各種目の予選が行われ、男子シングルスは、世界、ジュニア選手権ダブルス金メダルペアの一人、金子信大、福島、双葉未来学園高、らが29日からの本戦に進んだ。女子ダブルスは、リオデジャネイロ五輪混合ダブルス代表の、栗原彩音と東野有紗、共に日本ユニシスのペアが突破。世界選手権女子シングルス優勝の奥原希望、日本ユニシスや男子シングルスの桃田賢斗、ニュートン。T 東日本、女子ダブルスの高橋玲香、松友美咲組、日本ユニシスは本戦から登場する。